ルトのフェアさんで独自に開発したどこでもパイプスについてご紹介します。このバグパイプはドイツやスコットランドのバグパイプをもとにドイツ在住のバグパイプ職人園田徹さんが開発したバグパイプです。このバグパイプのどこでもパイプスという名前についてなんですけれども、日本ではバグパイプを練習できるような環境がなかなかないということで、音量が小さくて部屋の中で練習ができるバグパイプ、そしてバグパイプといえば音域が狭くて、そして使える半音も限られているわけですけれども、全ての半音階が演奏できるので、どこの国の音楽でも演奏できるバグパイプということで、どこでもパイプスというふうに名付けました。さて、この楽器についてご紹介させていただきます。まずこの楽器にはバッグ、こちらは牛の革で作ってありまして、3色あります。緑、赤、茶色と3色の中からお選びいただけます。そしてこの部分がブローパイプ、息を吹き込むための管です。こちらはオーダーメイドによって不意語式に変更することができます。そしてこちらの真ん中の管はドローンといって、同じ音をずっと演奏し続けるためのバグパイプ独特の管です。そしてこちらの管はチャンターといいます。この管には指穴がついておりまして、左右の手で演奏して音程を変えてメロディーを演奏することができますという構造になっています。ではその中についてどういうふうになっているのかご紹介していきます。まず吹き口ですけれども、このように取り外しすることができます。ここには弁がありまして、口で吹いた息が袋の中に入りますが、袋からは逆流しないようになっています。このブローパイプは中を分解して洗うことができますので、バグパイプを清潔に保つことができます。続いてドローンをご紹介します。ここにはシングルリードが刺さっていますが、こちらはプラスチックリードですのでメンテナンスの必要がありません。ドローンは長さを調節することで音程をチューニングすることができます。そしてこの先端の部分には穴が2つ開いておりまして、この穴の位置を調節することによってドローンの音程をミ、レ、ドの3種類の中からお選びいただくことができます。続いてチャンターをご紹介します。こちらがチャンターです。前には 1,2,3,4,5,6,7、 左手で3つ、そして右手で4つの指で閉じるための指穴が開いております。後ろにはそれぞれの手の親指で閉じるための穴、そして音程調節のための穴が開いています。この一番下の穴は閉じません。先端はこのようにラッパ状にベルになっております。そしてリードはダブルリードが刺さっています。こちらもプラスチックリードですのでメンテナンスの必要はありません。この楽器の特徴はメンテナンスが必要ないということですね。普通バグパイプはドローンやチャンターのリードが足でできているので、湿度の影響を受けて音程などが変化してしまいます。ですけれども、このプラスチックのリードですと演奏していても湿度の影響を受けないので、メンテナンスをする必要がありません。それではこのどこでもパイプスでどのような音楽が演奏できるのかお話しさせていただきます。まずチャンターは基本的には D 調となっておりますので、ティンホイッスルと同じ指使いで演奏することができます。下から開けていくことでレ、ミ、ファシャープ、ソ、ラ、シ、ド、そして後ろの親指の穴を開けて薬指でこの穴を閉じることで高いレまで演奏できます。その下には小指を閉じることでドのナチュラルが出ます。そして半音についてですけれども、下の2つの指穴はダブルホールになっておりますので、1つだけ、その2つのうち1つだけ開けることで半音を出すことができます。その他後ろの親指の穴を開けたり、クロスフィンガリングといって1個飛ばしで他の指穴を閉じることによって半音階を演奏することができます。1オクターブの中で
すべての半音を演奏できるので、D 調、G 調、C 調、その他さまざまな調が演奏することができます。1オクターブの中にメロディーが収まっている曲であれば、どんな曲でもこのバグパイプで演奏することができるということになります。演奏できる音楽はアイルランド音楽の他にスコットランド音楽とかブルターニュの音楽、ガリシアの音楽、ドイツの音楽、そして古楽ですとか、バグパイプが使われているいろいろな地域の音楽を演奏することができます。